皆さん、こんにちは。日本語の EPG パーチャーラインようこそ。私は日本語教師のラーマ・ラクシミと申します。では、現地物語の勉強を続けましょう。今日、勉強するのは、モジュール25です。では、始めます。諸行無常が身に染みて、人の命も我が心もという題で、源氏物語のシーガモトの巻からです。では原文からいきます。立ち寄らん影と頼みし、シーガモト虚しきとこになりにけるかな。現代語訳を見てみましょうね。私、つまりカオルが出家した暁には師として導いてもらおうと頼りにしていた八宮様が亡くなって勤行していた席が虚しく後をとどめているだけであるよとなります。では、本文に参りましょうね。光源氏の末子として大切に育てられた薫は、自身が母、源氏の正妻、女三宮の不義密通で生まれた存在と知り、苦悩していました。その上、大きな精神的支柱であった宇治の八宮が、美しい二人の娘、大井君と中野君を残して亡くなってしまったのです。その知らせに、薫は、誰よりも強い衝撃を受けました。最後に会ったのは、亡くなる1ヶ月ほど前。再びお目にかかるのは難しいのでは、とぽつりつぶやいた八宮の言葉を、世の無常を一人一倍強く感じている方だから、といつものことと聞き流してしまったのも、悔やまずにはいられません。残された姫たちへ年頃に見舞いを送り、法事の費用など一切の面倒を見ました。49日を過ぎた頃、薫は宇治の山荘を訪ね、几帳越しに、つまりカーテンの後ろから兄の大井君と対面します。かすかに切なく聞こえてくる彼女の声に、薫は、かつて月下で垣間見た面影を思い浮かべて心震わせます。悲しみをこらえきれず、奥に入ってしまった大井君に代わって、薫の前に現れ出たのは、彼の出生の秘密を明らかにした老女でした。薫は親しく接し、思い出を語り合います。幼くして父、つまり光源氏に死別し、この世は無常と知ったものですから、高い官位も名声も私には何の魅力も喜びもありません。八宮様が亡くなり、
今はますます無常が身にしみます。私は不義の子、生まれてくるべきではない存在なのだ。自分が生きた証も残したくない。誰にも言えない心情を吐き出すカオルです。老女はただ泣くばかりでした。年の暮れにカオルは再び宇治を訪ねます。以前よりは言葉数も多く、気高い大生き身の風情に、このような対面だけで終わらせたくない。月下で垣間見た時から心惹かれていたのですが、この時初めて大生き身への抑えきれない連情を彼は自覚します。仏道を求めたいと宇治に通い始めたのだ。死の無常にあって一層精進しようとなるならわかる。しかしどうしたことか、かようにてのみはえすぐしはつまじと思いなりたもうも、いと打ちつけなる心かなと思いいたまえり。意味は、彼女とこのまま会うだけの関係では終われない。にわかにこんな心に変わるとは、なんと信用できない我が心かと薫は思っていた。コロコロ変わる身勝手な心に我ながら驚き呆れます。それとなく大生き身に恋心を訴えてみますが、彼女は全く気づかぬそぶり。決まりが悪くなり、話をそらさざるを得ませんでした。山荘から帰る前に、カオルは八宮が生前勤行していた居間に立ち寄りました。塵が積もり、八宮の敷物だけがなくなっている。何とも言えぬ寂寥感に襲われました。物語の中でも新しい年を迎え、カオルは24歳になりました。宇治の姉妹のもとには、父の死、アジャリから雪解けの沢で摘んだセリやわらびが届きます。八宮生前からの習わしですが、今年はもう見せたい父がいないと思うと、姫たちには春の訪れも喜びません。一方のカオルは母女三宮の暮らす屋敷が火事に遭い、引っ越しなどで慌ただしい日々が続き、なかなか宇治へ出かけられませんでした。ようやく山荘を訪れたのは夏になってからです。この時、障子の穴から覗き見た大生き身の姿に、いよいよ薫の心は穏やかになります。自分ほど仏縁深い人間はないと自負し、仏道一筋の生活に憧れて、恋愛や結婚を冷淡視してきた薫でしたが、我が心も無常、当てにならぬと思い知らされるのです。では、誰よりも
大切にされ、誰よりも孤独に震えたという題で、揚げ巻きの巻きから今度勉強します。では原文から入りましょう。腹からなどの胸にむつましきほどなるもなくて、いと創造しくなん。世の中の思うことのあわりにもおかしくも、うれわしくも、時につけたるありさまを、心に込めてのみ、すぐるみなれば。では、現代語訳を見てみましょうね。兄弟などで、気の置けぬ話のできるものもなく、大層寂しい思いでいます。世の中で感ずること、しみじみと悲しいことも、面白いことも、嘆かわしいことも、その折々につけて思うあれこれを、いつも胸に収めて語り合うこともない我が身なのです。胸中を吐露したカオルの言葉です。では本文です。光源氏の末子であるカオル、24歳は、地位や名声、才能、容姿などあらゆるものに恵まれ、他人も羨む生活を送っています。しかし彼自身は母、源氏の正妻、女三宮の不義密通の末に生まれた存在と知って以来、自分の生きる意味に迷い、一人苦しんでいました。そんな人生の悩みが縁となり、仏法に心を寄せ、仏道一筋の生活を送る宇治の八宮を慕っていましたが、その八宮も世を去ってしまいました。生まれてくるべきではなかった私が、存在する意味とは何なのか。この問題がいよいよ身に迫り、さらなる不安や苦悩に追い詰められていきます。そんな中、カオルは、かつて月明かりのもとで垣間見た大生君、八宮の長女に恋心を抱いていました。優雅で奥ゆかしい風情ばかりでなく、見過ごしに語り合う言葉や、時々読み交わす歌に、彼女の無情感が現れ、カオルは通じ合うものを感じたのです。ところが、大生君に、直に意中、つまり心、気持ちを訴えても、話をそらされてしまいます。それでもなお、彼女と結ばれたなら、生きる意味のわからぬ苦しみも癒されるはず。という思いに、カオルは突き動かされるのでした。秋になり、八宮の一周忌が近づきました。宇治の川風も悲しく吹きつけてきます。法要の準備のために、カオルが宇治の山荘を訪ねると、姫たちが冥工の糸を作りながら、早く亡き父の後を追いたいと思いながらも、ここまで生きながらえてきたものねんと語り合っているのが聞こえてきました。
カオルは我が涙をば玉にぬかなん。つまり、私も同じ悲しみの涙に暮れる仲間です。と口ずさみます。準備の合間、カオルは求愛の歌をしたためて、大い君に送りました。揚げ巻きに長きちぎりを結び込め、同じところによりも合わなん。意味は、名工の糸の揚げ巻き結びの中に、末長いちぎりを結び込めて、糸が一つのところに結び合わせるように一緒になりたいものです。しかし、大い君から帰ってきたのは、抜きも会えず、もろき涙の玉の尾に長きちぎりをいかが結ばん。意味は、悲しみに耐えず、糸で抜き止めることもできぬほど、脆い涙の玉のような消えやすい私の命なのに、どうして末長いちぎりを結べましょうか、となります。前にも増して、かたくなな拒絶の返事でした。カオルは使用人の老女を呼び出して、やり場のない気持ちをぶつけます。ベンと呼ばれるこの老女こそ、カオルに出生の経緯を語った人物です。なぜあんなにも拒まれるのか、他に胃腸の男がいるのか、と疑わしくなります。私はただ彼女と隔てなく語り合いたいだけなのに、私には打ち解けて話のできる間柄の人がないので、いつも寂しい思いをしているのです。確かに、カオルには表面上の兄姉はいても、親子ほど年が離れ、立場上も気軽に話はできません。母、女さんの宮は、親とは思えぬ若々しさながら、今は出家の身であり、こといえども気安くそばにいられない。これまで出会った数多くの女性たちも、カオルには気詰まりする相手ばかり。思いのままに生きれば人生悔いなしという奔放な、つまり思うままの彼には、とても人生の悩みを打ち明けることはできませんでした。父、光源氏の遺言もあって、世間から大切にされてきたカオルですが、結局のところ胸の内をほんの一端なりとも打ち明けられる相手は一人もいなかったのです。肉体のつれはあっても、魂のつれがない。カオルは誰よりも深刻な孤独に苛まれていました。日が暮れてもカオルはぐずぐずして山荘から帰ろうとしません。ミスと屏風を隔てて、大い君としめやかに語らいます。
夜が更けるにつれ、彼女の優美な魅力は増すばかり。カオルはとうとう我慢ができなくなりました。屏風を押し開け、店の中へ押し入り、慌てて仏間に逃れようとした大生き身を引き止めたのでした。冥光の糸、法要で仏に供養する香りに用いる古式の組み糸です。では、モジュール25、これで終わります。どうもありがとうございました。